CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平が聞くも、前回に引き続いて柴崎洋平さんにお越しいただいてます。柴崎さん、よろしくお願いします。お願いします。 3回目になるんですけど毎回ちょっとコメントが熱くてですね、はい、あの僕がもう入る余地がないぐらい <laughs>、はい、あの非常に気持ちいいお話を聞いているんですけどもあの前回はですね、日本の教育どうやって変えましょうかという私の問いに対して学校を変えるというのは時間がかかるとであれば出口の企業採用のところの条件をもっと高上げて、うん、それに大学を合わせさせるとなると当然高校もそれに合わせないといけなくなるので、はい、そういう形で出口の方からどんどんあの変えていったらどうかというご提案をいただきました。はい、でまた、えジュリの サムライプロジェクトというものはあってやっぱり日本人のトップリーダーを育てたいんだというような思いをお聞きしたんですけども、はい、まあその撮影の前にですねお話をお聞きしますと、えー、ダボス会議の世界経済フォーラムに参加をされてそこの中でやっぱりこう日本まだまだだなというふうにこう感じられた経験があるということなんで、はい、ちょっとそのエピソードから今日はお話いただけますでしょうか。はい、あの昨年春 あの世界経済フォーラムからヤング,グローバルリーダーズという、はい、まあ40歳以下の世界のリーダーと、えー、いうものに講演ながらが選出いただいて、はい、そして何度かあの世界中の,あそのヤングローバルリーダーズが集まる会議に出席したんですけれども、はい、とにかく私がソニー時代に感じたことと一緒でどの国にもすごい浅草いな、はいだと同世代で、うん、なんだこの頭の回転プレゼン力リーダーシップ、はい、でなんといっても積極性が違う。はい 英語力っていうのはもちろんあるんですけどもで英語圏の人,、ね、人たちはあもちろん、ね、語学力では有利かもしれませんけれども、はいはい、そこを差し引いてもとにかくその場をもう制していく、はいね、もう自分が全部リーダーシップを持っていろいろ意見をまとめて、はい、日本人の特,質特性っていうのはそういう時に誰もが「はい俺が俺が」っていうところをうまくあっ 君もいい意見あるんじゃないのとあ彼の言った意見もうちょっとみんなでももうちょっと拾おうよとか、はい、そういうなんかうまい全体調和に向けた、はいえー、そのモデレートっていう意味では日本人やっぱねそこを引いてるとこあるんですけどす、ねはい、逆に言うとリーダーシップ取れないからそっちに回るしかないっていう面も自分はすごく感じていてなるほど最初によし俺がっていう時に大丈夫かなこんなやつらまとめられるかな、はい、とかこいつらにはちょっとねいやお前じゃ物足りないと思われるんじゃないかとか。はい 普段日本にいたら感じない感覚を、うん、この世界のすごいやつに囲まれるとすごい感じてしまう、はい、情けないことに、うん、で日本でいつも偉そうなこと言ってんのに自分が一番こういうグローバルなねフィールドで勝負できねえじゃないかって言って、はい、いつも反省しながら帰ってくるんですけども、はいいですよ。 ソーニー時代に感じたことを今また感じれることはすごく幸せだと思っていて、はい、こうやって世界の同世代のすごいやつに囲まれてまた自分自身の力のなさを痛感してまた頑張んなきゃっていって努力していくわけです、ねはい、このの環境ををとととににかく若いいいい人たたちにもっと与えたいなというのを痛感していますでよく、えー、日本の学生の就職の機会を奪うのでは何だとかメディアに聞かれることはあるんですけども、はい、毎回同じことを言います。はいもう そんな愚問で1992年に205万人いた18歳人口、うんはい、今もう120万人なんですよね、うん、たったこの20年の間に40数パーセントつまり半減しているこの若者が半減する日本、はい、そこに世界から優秀な人材を取ってこなかったら何が起きるかってもう明白ですよね、はいうん、GDP 日本の経済規模だけがどんどんシュリンクしていくてことになる、はい、ここの 人口減のスピードに比べたらうん、うん、我々が世界から獲得してくる優秀な若手なんてのはが何パーセントでしょうね、はい、日本に就活生五50万人いるって言われている中でせいぜい海外から直接入ってくる人って、はい、数千人までいないんです、はいね、数百人ですよ、うんねえー、我々とその何社かがやってるっていうのを合わせても。はい こんなの、ね、要は1%近いところが、ね、世界から入ってきたところそれで就職が厳しくなるなんて言ってたら、はいはい、もう話にならないですよね,ね、はい、それよりは日本人が、うん、若者がこんなに半減してるけども、はいね、もう世界に、ね、やっぱり日本人あり。はい 世界の若者の中で一番優秀なのはアメリカか日本だぐらい言われるぐらいにもう一回なってほしい、はい、ならなきゃいけない、はいうん、そのためにはとにかく、まあ、周りにすごいやつをたくさん配備してもう一回若者を奮い立たせる、はい、そしてそこを気付かせるというのがえとにかくテーマだと思ってます。崎さんね、はい まあ確かに世界の若者すごいのはいるとでもまあここで悲劇にならないのは日本の若者だっていいのいっぱいいるじゃないですかだから日本にも可能性は当然あるからわれわれこれやってるんですよね、はい、その辺どのようにお考えですかおっしゃる通りですね、はい、あの世界の若者の,そのすごいやつたくさん見てきましたけど、はい、実はこのビジネス始めて、まあ、6年経ちますが日本人はやっぱすげえなっていうのが結論なんですよね。うんうんはい 特にエンンジニアリングやっぱすごい<ー>理系の学生すごい、はい、IT を除く理系はやっぱ世界ででも,もうぶっちぎれて強いですね、うん、ただ明らかにそこに、ね、中国やインドっていうのが猛烈に近づいてきて一部抜かれ始めてるのあるんですけど、はい、とはいえ世界最高峰の水準、はい、でエンジニアでいうとやっぱり日本のメーカーってこれだけ。 すごい会社がたくさんある、はい、今はみんな厳しいですけどでもとはいっても世界をね席巻してきたメーカーの数ってすごいですよね。はい、これやっぱりエンジニアリング、ね、のすごさ、うん、エンジニアのすごさっていうのがやっぱりあの完全にそこには、ね、背景であったなと。はい、で,ですよね、はいうん、でただ残念なことに優秀な学生は超一流企業に入る、はい、超一流企業に入ると残念ながらどんなに実力ある人間も 20年ぐらいいい待たななとマネジメントできないんできすよ、はい、世界でこんな例、まあ、ありえなくて、うん、やっぱり優秀な人材を例えば文系だったりマネジメント系経営系に進む人間だったら、はい、もう20代のうちからマネジメント経験積ませてあげないと、はい、20年ね その、年功序列の中でゆっくり成長させるっていうモデルが日本の一流企業のいまだに95%がそういう形。ねうん、これでは、彼らのせっかくの優秀さ、うん、え資質っていうものをやっぱり潰してしまうなと。はい、なるほど。だけども、その中にも、文系人材の中にも、これだけ例えば体育会って、日本の体育会ってむちゃくちゃきついじゃないですか。はいね、炎天下の中で水物まぜいみたいな世界って今でもありますよね。はい、それはいい悪いは置いといて、そこに、 耐えられる日本人ってやっぱりすごくていろんな企業と仕事をすればするほどやっぱり日本人のこの勤勉さあとは会社に対してのロイヤリティ気質、はい、いろんな点で世界断トツの最高レベルにいるなっていうのはすごく感じると、はい、いうことは、ね、日本企業ってまだまだ V 字復活、ね、世界を席巻することをもう一回できるのはもう間違いなくて、はい、そのためには若い人の優秀層を いかにね、えー、要はディモチベートさせずに登用していくか、うんえー、そして学生の間からそういう意識を持たせられるかっていうところに尽きると思います以前、はい、せよですねとにかく日本の若者っていうのはポテンシャルはすごい、はい、エンジニアリングは実力もすごい文芸人間はポテンシャルきっちりあるでこのトータルでもっともっと日本元気にしていくことができる。 若者半減したけど、はいね、レベルは倍ね良くなったっていう時代を作れると思ってるんで、はい、もう一回日本復活に向けて日本の若者こそ奮い立ってほしいなというふうに思います。はいはい いや私も実は今あの自民党でも移で民、ねはい、を入れようかという話をしていて実はそれに反対していきなりです、ね、数が足りないから20万人で毎年入れようとかです、ね、それの前にやるべきことはまさ、はい、しくおっしゃる通りで日本人の若者はちょっとやっぱ生産性が落ちていることはもう確かなんです残念ながらそこにこうカンフル剤を打つために、うん、世界の優秀な若者を連れてくるという大賛成で。はい そうういいい人たちはんですよ日本で頑張ってまたいつか母国にも帰るでしょうし何入れてきたってですねそれぐらいでね潰される日本人だったら移民入れたらもっと潰れますからだから私は移民どうこう最終的にね国民投票でもう日本は移民の方に働いていただいてそれで国を作るんだとみんなが決めたらそれでいいですけど安易にですね数が足りないからそれに入れるっていうのはある意味日本の若者に失礼な話で。 もっと数は減ってるけど俺たちは質を上げるとそういうことのために柴崎がやっておられる活動っていうのは私は非常に賛成していて大阪にもいらっしゃるんですよベトナムに学校を作ってそこで優秀なベトナム人を見つけてきて日本に連れてきて働かせるとなんでそんなことしてるんですかって言ったらいやあのベトナム人のハングリーさとかあの勤勉さとかこれからやるぞっていうガッツを日本の若者に見せつけたいと日本の若者もベトナム行けっても行かないんでじゃあベトナム人連れて来ればいいじゃないかと。 いいう発想でやってておられる方がいて、まあ、この収録時には私まだ行ってないんですけどでも収録このはあの配信をする時にはですね私はもうそのベトナムから帰ってきて皆さんに報告ができると思うのであのそういった取り組みをねぜひ我々の世代でやっていかないとちょっとですねあのお年配の方々教育理念はいいんですけど手法がですねちょっと精神論的になりすぎてないかというところがでもっとシビアに現実を見せることが必要かなと思うんですけれども。 その辺でどうですかねその海外の若者を連れてくるプラス何かもうちょっともう一つ踏み込んでできることその10人の侍プロジェクトもいいんですが、うんうん、たった10人じゃないですか、はい、もう少しこう一般の日本の若者にもう一つなんかこうきっかけって出せないですかね、はい、間違いなくそれは海外留学ですね、うん、はいもうちょインバウンド入れ,て入れるばかりじゃなくて送り出す,すはい、はい えつまりサッカーも野球も世界にトップ選手が出ていくことによって明らかにレベルが全いのレベベルルがが全のも上りりましたよね、うん、やっぱり世界に打って出る日本人の若者が増えて、はい、場合によってはもう残って現地の会社の社長まで上り詰めてほしいなと今は海外に留学行く大体エクスチェンジプログラムで、まあ、お客様的だったり語学だけ学んだり、うんはい、もっともう現地で本当に勝負してそのまま残って、ね。はい そのままあ日本代表として駆け上がっていくっていうような若者が増えたら世界中で活躍する日本人がいるっていうすごくワクワクする構図になって、はいうん、その人たちが何十年か後かにまた戻ってきて日本を変えていくみたいなサ,、あのー、サイクルができたらいいなと、はい、とにかくもっともっと、ね、世界に飛び出していこうよと、うんえー、留学しようよと、はい、インターンでもいいんで海外にチャレンジしに来こうよっていうのが、はいえー、大きなもう一つのメッセージですね会社ではそういうことの紹介とかもやっておられるんですか えー、コンサルティングを始めてますので、はい、もっともっと海外に留学行く仕組みを、まあ、サポートしたり何、はい、と言っても我々がメインでやってる就職支援っていう意味では、えー、シンガポールだったりアメリカだったり、はい、いろんな国で日本人留学生の就職支援を現地でやってます、はいえー、日本に戻って就職するももちろん一,、うん、一つだし現地に残って就職するも一つ、はい、そういう留学をここ、ね、選んだ、うん、ちゃんと留学して戦ってる若者たちの就職支援を海外でもやってます。はい、はい で、あ、どうやったらそういう若者を増やせますかね。やっぱりどうしても内向的だって言われていて、うんうん、なかなかみんなですね。海外まで行ってやるぞっていう気概がない子が多い。はい、これ、これどうでしょう。やはりサクセスパターンを見せつけることだと思ってますね。うん、誰かがそうやって海外頑張ってチャレンジした。はい、その結果。 ものすごい、ね、成長して帰ってきて、はい、そしてビジネスの道でももう今トップを駆け抜けてるということが一つ。もう一つは、はい やはり危機感をもっともっと与える、うん、この現場で、うんえー、ということをこの二点が一番重要じゃないかなと思ってます、うんうん、そうです。ね。はい、やっぱり私はもうこの動画を撮る一つの目的がまあ日本のことを知ってもらうと同時に危機感をちゃんと持ってもらって、はい、いやみんな言うんですよ。さっき僕も言いましたけど移民は嫌だとかですねいや。中国には負けたくないとか言うけれど、じゃあ言うだけで君ら一人一人頑張ってんのかと。 ね、言うんじゃなくてアクションにつなげないと危機感はどんどん大きくなるだけで,、うんうん、でこれね時間の問題でもう医薬でも人口減りますから人口減ったらそれはそれに失って GDP もやっぱりどうしてもね減る傾向にあるんですよね、うんうん、よっぽど生産性高めないと、はい、だからそうなった時に日本経済力なくなったらですね終わりますからね、うんはい、軍事力もないですし、うんね、アメリカになかなか政治力で勝てるわけじゃないですからもう経済力で何とか今のポジションを維持してるのにそれなくなったらですねもう全てて ね、あの亡くなってもおかしくないと亡くなってから亡くなったら気づくんだよって言いますけど、うん、その時僕ら老後を多分迎えてますからねそんな,なんていうかな展望のない未来は嫌なので、うん、ぜひ今後もですね、うん、柴崎さんなんかともで情報交換しながら一緒に手を組めるところは組んで、はい、ぜひこの日本の若者を元気に外に出して、うんうん、で活躍してもらえる、うん、そういう事業をやっていきたいなと。 いうふうに思っておりますので、はいうん、はい、また今後とも、いろいろ情報交換や、ご協力させてください。はい、本当に今回3回渡って、いろいろ良いお話ありがとうございました。ありがとうございました。